どうも、青森の岡です。岡、はい、今回はですね、弘前市近辺を走っております港南バスに乗っていきたいと思います。というのも、20代限定で港南バスのですね、車内広告をハッピー百沢温泉が出しておりまして、それを、ね、確認しに今から行きたいと思います。とりあえずですね、この百沢温泉の方からほど近い岩木山神社のですね、バス停から乗りたいと思います。ただ、百沢温泉近辺をね、通るバスっていうのが、6台しか通ってないということでございますので、こうナンバーを見てですね、そのバスだったら、乗れますということで、まあ、一応ね、バスの番号とかもね、控えておりますので、チャレンジしていきたいと思います。こちらの方に来るバス、やっぱりこう田舎ならではと言いますか、2時間に1本ぐらいしかないので、とりあえず今日は時間的に10時40分と、12時40分、この2個でこの今控えていますナンバーのバスが来れば乗ってですね、もし、なければですね、何もないまま、このまま終わってしまいます。ではどうなるのか、お楽しみということでございます。では後ほど少々お待ちください。はい、ちなみに百沢温泉に行くこちらの方に通っているバスは63033-1245-3939の、この6台でございます。果たしてそのバスは無事来るのか、来ないのか。はい、というわけで10時40分のバスはですね、16番のナンバーでございましたので、残念ということで、とりあえず業務に戻りたいと思います。そうか、無理でしたね。一発でスパンと引けなかったですね。改めまして、青森の岡です。岡、はい、同じ場所を歩きながらまた動画を回しておりますが、決して同じ動画ではございません。2回目のチャレンジということで、まもなく12時40分になりますので、今度こそぜひ乗りたいということで、今また岩木山神社のバス停に向かっております。次こそは乗れるのか、乞うご期待でございます。それでは乗れたのか、どうぞ。さあ来るか、はい、というわけでですね、とりあえず12時40分の回も残念ながら失敗という形に終わりました。果たして6台のナンバーのね、百沢方面に来るバス来るのかというところでございますけども、本当はね、ちょっと予定があったんですけど、それちょっとね、予定一つ押しまして、14時40分はね、ちょっとチャレンジしてみようかなと思います。ガー、ガー、ガーガーガーオーガー。どうも、青森の岡です。時刻は14時40分になろうかということで、3回目の港南バス広告チャレンジしていきたいと思います。さあ、今日はもうこれが最後のチャレンジになるので、3度目の正直というね、言葉もあります。
二度あることは三度あるという言葉もありますけれども、はい、次こそですね、お目当てのバスがね、来ていただければなと思います。さあ、どうなったかは、皆様、後ほどでございます。お楽しみに。違うじゃん。はい、というわけで、14時40分の回も、失敗に終わりましたということで、本日は3回とも広告をしてあるバスに出会うことができませんでした。というわけで、まあ、結論から言いますと、広告はされてません。いや、冗談ですけれども、まあ、なんかちょっと、まあ、20代しか走ってませんので、なかなかね、ちょっと、レアケースで当たらない場合もあるかもしれないですけども、皆さんもぜひね、お探しいただければなと思います。というわけで、今回の動画は以上となりますけども、もしよろしければいいねですとか、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴どうもありがとうございました。しています。